はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日はチューハイですね。こちら。ボルスのビターカシス。これ朝日です。新しいのが出ましたね。これボルスっていうのはあれ、リキュール？カシスリキュールとか、なんかブルーキュラソーとか、がある、そのシリーズ的なやつですね。俺買ったことはないんですけど。アルコール度数5%で果汁が6%。原材料がカシスリキュールとグレープフルーツ果汁と、カシス果汁と、糖類と酸味料と香料と着色料です。1575年にオランダで、創業したリキュールブランドの、ボルス。監修のもと、本格カクテルです。カシスリキュールにグレープフルーツを合わせて、甘すぎないすっきりとした飲み口。これうまそうだね。これうまいでしょ？あれだぞ。カシスリキュールだから、カシスオレンジと似たようなやつ。多分これ、カクテルあるでしょ、これ。それの、オレンジジュースをグレープフルーツジュースにしたっていうパターンですね。カンピー。まあ、美味しい。まあ、美味しいですね。ちょっとなんかちょっと薄いような感じするけど。まあまあまあ。まあまあ美味しいですね。1975年にアムステルダムで誕生したボルス。高い品質と洗練されたボトルデザインは世界中のバーテンダーから高い支持を集めています。なんだかんだで俺買ったことないんですけどね。これはね。結構いっぱいあるんですよ、このボルスの味がね。まあ、リキュール、なんか、フルーツのリキュール的なやつですね。ラインナップが、たくさんあります。ブルー、ライチ、クレームドカシス、ピーチ、ストロベリー、コーヒー、メロン、ラズベリー、クレームドバナナ、ヨーグルト、グリーンティー、マンゴー、トリプルセック、パンプキンスパイス、モヒート、パイナップル、チポトレ、マンゴスチン、チェリーブランデー、アプリコットブランデー、パルフェターム、タル、あ、パ、パルフェタムール、ココナッツ、ペパーミントグリーン、ペパーミントホワイト、クレームドカカオブラウン、クレームドカカオホワイト。まだあります。ドライオレンジ、マラスキーノ、サワーアップル、アマレット、グリーンバナナ、キウイ、キルシュ、パッションフルーツ、ブルーベリー、スロージン、アボカド、あ、アボ、アドカ、ん？アドボカード。なんだこれ？この最後のアドボカードってこれ何？すげえ。良質の卵黄ほか、卵だ。はぁ、卵を使ったリキュールだってよ。
こんなあるんだ。初めて見た。だからこれで言ったらカシス。カシスだから、まあ、カシスリキュールですよね。うん、クレームドカシス。これですね。容量が 700ml でアルコール度数が 17% の、クレームドカシス、うん、一般的にカシスオレンジとかに使われるということですよね、うん、カシスオレンジは本当に安定して美味しいよね。まあ、これはあれですよ、グレープフルーツ、カシスオレンジのオレンジを、オレンジジュースをグレープフルーツジュースにしたやつね。うん、カクテル。オレンジジュースの、なんだ、カシスオレンジだとちょっと甘すぎるんですよね。オレンジジュース自体も甘いのに、さらにこのボルスの、このリキュールも甘いときて、それが合わさるともう甘々になっちゃうんですよ。だからその甘々すぎるんで、グレープフルーツを、入れることによって、まあ、そこそこ、まあ甘みが抑えられた。まあそれでも甘いんですけどね。うん、カクテルの名前はカシスグレープフルーツです。そのままですね。うん。うん。でもやっぱちょっと薄いな、なんか。なんか薄い。なんかコクがあんまりない。っていうのか。まあ、アルコール度数じゃね、果汁 6% だからね。どうしても、やっぱり、グレープフルーツの 100% ね、ジュースを使ってるのとは明らかに、まあ、味わいが全くもって違いますよね。値段はどんぐらいなの？クレームドカシス。このね、ルジェクレームドカシスっていうのは俺よく、飲んだことあるんですけど、このボルスの方は飲んだことないんだよな。あ、ありましたね。アマゾンで値段が、1717円です。これぼったくりだな、これ。これぼったくりだわ。多分、ボルスっていうブランドがなんかあれなんだろうな。高い。700ml で1717円。で、サントリーのルジェ、クレームドカシス。俺がこれよく使ったことがあるんですけど、こっちの方が値段が安い。1484円。で、さらに言うと、アルコール度数がこっちの方が高いですね。
ボルスの方がアルコール度数が、17% ですから、3% このボルスの方がアルコール度数が低い。これを考えると、まあ、さらに値段も高いということを考えると、まあ、ボルスはこれ買う価値ないんじゃない？買う価値はないんじゃないか。まあ、おそらく、ボルスっていうブランドが多分、無駄だってことですね。結局ね。ブランドが売れてるから高い値段で OK みたいな。そういったあれでしょう。まあ、これはあれだろうな。そんなに。買う価値はあるかっていうと、まあないですよ。まあでもその代わり非常にフレーバーが豊富なんで、まあ、そこが、まあ、すごいっていうことかな。確かにフレーバーはたくさんあるんですよ。このルジェ、サントリーのルジェシリーズだと、でもいっぱいあるなぁ。あ、違う？ちょっと待って。ルジェシリーズは？あ、でもそんなにない。あ、でもあるな。あるなぁ。このルジェシリーズもかなり豊富ですよ。1,2,3,4,5,6,78、9、10、11、12、13、14、15種類ありますよ。ルジェシリーズ。こっちでいいんじゃない？別に。ボルス買う必要ねえんじゃねえかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40。あ、でもやっぱボルスの方がはるかに多いわ。40種類もある。それだな。それだわ。これすげえ豊富なんだ。40種類もある。まあ、まああれですね。まあ買う価値は、まあ種類が豊富なんで、まあ買う価値はまあ、あるといえばある。コクがこれあんまりない。甘みはまああるんだけど。香り、まあこれは買う価値あるかっていうとない。これコンビニで売ってたんだよな。
わりかし高かったんで、まあ買う価値はない。まあないでしょうね。2432です。ご視聴ありがとうございました。